第1試合出場選手の入場です。ワンピーの選手は中国四国エリアスーパーヒーロークラヨス戦代表オッカー。続いて 2P の選手です。中部北陸エリアブラボー名古屋店代表アルテナナイト。テナナイト名古屋最強ナイトメア最新試合オカ、あの BLT 当時を破ってのベスト8進出。さあどんな試合になるんでしょうか。あ、これほぼ届く。まずは岡選手一本。誰が最初プリスター箱だな、エレーカー体で勝負に上がってコンボ決める。アメリカはもう一発目がヒット。浮かした、やつがヒット。さあヘラーストンパーで KO。1本取り返して1-1。この手をあっとサイドからスカイスクリーン。さあジャストよけ、さあ早く決める。そして昇白さらに直して復帰戦名前を捨ててガンと飛ばした。それで KO。 さあリーチをかけたのはアルテナナイト。さあどうなる。さあ細客メイストローム当たった。大優秀。なんと決まった。アルテナナイト選手勝利。そしてボタンが飛んでいる。予備予選枠を勝ち抜いたフランキー。続いて 2P の選手は近畿エリアチャレンジャーアババ天神橋店代表サルスベ。はい、サルスベス選手対フランキー選手、それでは両者握手をお願いします。はい、やっぱりこの男が勝ち残ってきました。
シャリバ界の神サルスベ対しますはなんと予備予選から勝ち上がってきたフランキー選手選手対フェッツ選手、はい、それではお互い握手をお願いします。はい、さあ始まりました第3試合、まずは福島最強シャオファ夏への扉戦士対しますはアメリカ代表セルバンテス。頑張れ私。バトル1ファイト。ヘイヤー！
Battle two, fight! Cervantes wins! フェンス先生勝利。 次の試合は片足選手対デカチョウ選手。それでは両者握手をお願いします。はい、さあ最強ミツユキデカチョウ優勝候補です。対しますはベテランプレイヤー片足選手アスタロス。Mitsurugi wins. Monotai, get out of here. Battle two, fight. Mitsurugi wins. 何様のつもりだ。 Battle three, fight. デカチョウ勝利。準決勝第1試合
出場選手の入場です。1Pの選手は近畿エリアチャレンジャーアババ天神橋店代表サルスベ。続いて 2P の選手、中部北陸エリアブラボー名古屋店代表アルテナナイト。はい、さあいよいよ準決勝です。じゃあ両者握手をお願いします。それでは筐体の方へどうぞ。はい、さあいよいよ準決勝。さあこの2人がぶつかり合います。サルスベ対アルテナナイト。さあゲージュ君、 Entrust your noble soul in your sword。 さあ決勝に進むのはどっちだ。捧げよ。 Battle 1 Fight。 さあ続けて反撃。これは反撃
ベルト第2試合日米対決となりました。ウェズ選手とデカ長選手、それでは握手をお願いします。はい、さあ USA 代表ウェズ選手対しますはデカ長。こんなカードを誰が予想したでしょうか。怪我しても知らんぞ。バトル1ファイト。アメリカ、デカ長勝利。決勝戦を行います。さあ決勝戦出場選手の入場です。ワンピーの選手、東京エリア、セガ上野バセラ代表、デカちゃん。
手です。中部北陸エリアブラボー名古屋店代表アルテナナイト。さあいよいよ決勝戦になりました。まずはデカ賞から意気込みの方をお聞かせください。大会どうのこうのではなく、アルテナさんとやるのは久しぶりなんで、もう楽しみにしてます。はい。さあ、それでは、アルテナナイトさん、意気込みの方をお願いします。無言ですね。それでは、デカ長、アルテナナイトさんに一言。勝ちます。はい、本当におめでとうございました。皆様、今一度盛大な拍手を。